パリ方面へ向かう TGV コルナバン駅は、スイスジュネーブにある、鉄道駅である。駅名表、乗車券並びに、スイス連邦鉄道、レマンエクスプレス及び TGV、リリアの時刻表では、単に、ゲネベまたは、ゲネベと表記され、フランス国鉄の時刻表では、ゲネベコーネビンと表記される。1日あたり約4万人の旅客数があり、スイス国内の主要駅の一つである。 コルナバン駅は、サンジェルベ地区、ルイコールグロッテ地区、ルイコールパキ地区の境界に位置している。ジュネーブ公共交通の拠点として、路線バスや路面電車の交通結節点にもなっており、広場の地下は、公共駐車場になっている。また、コルナバン駅には、スイス連邦鉄道や、フランス国鉄の機関区や、車両修繕工場が隣接しており、運用の拠点にもなっている。 コルナバン駅の場所は19世紀後半にジュネーブリオン鉄道により計画され、居住者に騒音や公害が及ばないよう、当時としては郊外に設けられた。1858年3月16日から3月18日の3日間に分けて路線と駅の開業式典が行われコルナバン駅は開業した。当時のコルナバン駅はパリリオンイコール地中海鉄道により運営され、 1873年と1893年の2回、駅の拡張が行われている。1909年2月、火災により駅は消失するが、石壁作りで再建され、1912年からは、スイス連邦鉄道による運営が開始される。1925年には、ジュネーブローザンヌ間の電化が完成した。1919 19年4月28日に、 パリ講和会議において、国際連盟の本部がジュネーブに決定されると、ジュネーブ市内では、再開発が行われた。コルナバン駅も建て替えが行われることになり、建築家、ユリアン・フレゲンハイマーと、スクルプタンイコールヤッケイコールプロブストにより、現在ある駅舎が手掛けられた。駅本屋は1929年前半に完成し、残りの部分は1931年に、 完成している。スイス連邦鉄道では現在、レールシティというコンセプトで、鉄道駅を魅力ある、新しいサービスを提供する、中心地に転換している。この目的のために、2004年からコルナ版駅も西側が刷新され、残りの部分に関しても2009年から2012年にかけて完成が予定されている。 現在、駅には50を超える店舗、バーやレストラン、警察署などがある。2019年11月21日版の時刻、表。2019年12月15日から2020年7月20日まで、有効な時刻表。2019年12月15日版の乗り場案内、ジュネーブ公共交通。ありがとうございます。